楽園のカンバスは日本の小説家原田真派による小説である。小説新潮2010年9月号から2011年6月号までに夢を見たジェリベというタイトルで連載された。単行本は2012年1月20日に新調者より刊行された。アンリルソー、夢単行本の総画にはアンリルソーの夢が採用されている。2012年第25回。 山本周五郎賞を受賞する。文庫版は2015年5月1日に新潮文庫より刊行された。2018年フランス語版ラトワール・ジュ・パラディがフィリップ・ピキエより刊行された。ソルボンヌ大学院で博士号を26歳で取得している早川オリエは国際美術史学会で注目を浴びているアンビルソー研究者である。 ティム・ダブル・ブラウンはニューヨーク近代美術館のアシスタントキレーターである。コレクターのコンラート・バイラはスイスのバーゼルにある自らが住む大邸宅にオリエート・ティムを招き彼が所蔵するルソーが最晩年に描いた作品夢に告示した作品夢を見たについて一週間以内に新作か贋作かを正しく判断したものに その作品の取り扱い権利を譲ると宣言する。小説家の大坂剛よは、著者は、本来ミステリー作家ではないはずだが、本作品の構成はまさに手だれのそれであり、終始飽きさせることがないと評価している。書評家の大森望は、ゲラで読んで行転した。原田真派がこんな堂々たるエンターテインメントを、書こうとは、本書の趣向は、前代未聞。いやはや、 こんな絵画ミステリーは初めてだと評価している。角川によるウェブサイト、ダヴィンチニュースには、ミステリーとしての謎の設定や、構成の素晴らしさも、さることながら、キャラクターの絵画に対する情熱の深さに圧倒された、との書評が掲載されている。ありがとうございます。